こんにちは。日本学術書道会の丹垣喜山です。今日も丹講社の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説本を読んでから後でその前後を廃止に筆で書いています。今日の言葉は山荘が活気茶散歩です。これは山荘が活気茶散歩、漁夫の生涯竹一貫による句で、意味は山寺の僧である自分の生活の手立ては散歩三畝ほどの茶畑、漁夫の生涯は釣り竿一本ということです。物欲にとらわれずのどかに暮らすあり方の尊さ、世俗の価値観から超越した悠々自適の境地を表します。活気は生計なりわいの意味です。それでは今から山荘が活気茶散歩を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。